こんばんは、えー。最近は復職したものの、仕事を休む頻度が増えてしまい、自己嫌悪が強くなる一方です。朝の無気力が強くなかなか仕事へ前向きになれません。仕事を辞めるべきか悩んでいます。でも生活ができなくなるのも事実で発泡不下がりです。復職してもうまくいかない方はいらっしゃるのでしょうかまた朝の無気力はうつ病でよくあることでしょうかとうん。一個ずついきますかね、えー。最近は復職したものの、 仕事を休む頻度が増えてしまい、自己嫌悪が強くなる一方ですと。だから調子が悪いってことだね。復職したけれども、うつが良、えー、くならないと。で、朝の無気力が強く、仕事へ前向きになれませんと。だから、朝の無気力感とかは、う、まあ、鬱でよくある症状ですね、うん。で、仕事への前向きになれないっていうのも、まあ鬱の症状でよくあります。仕事を辞めるべきか悩んでます。 うんまあ、確かにね。でも生活ができなくなるのも事実で発砲塞がりです。だからこれは復職が早かったのかもしれないっていうことなのかね。うん、で、生活ができなくなるのも事実。だから傷病手当とかを取るとか、そういうやり方はあるんじゃないかなと思いますけど。はい。 で復職してもうまくいかない方はいらっしゃるのでしょうか、もちろん復職してもです、ね、やはり鬱を再発して悪化しちゃうとかです、ね、思ったより復職がうまくいかなかった、でもう一回休み直すというケースは珍しくありませんね。はい、なのであの、自分を責める前にです、ね、あの受診して、主治医の先生とよく相談してください。はい